皆さんこんにちは、太郎です。本日は9月22日日曜日です。はい、ということでね、本日田んぼに来ております。そう、雨なんですよね。めちゃくちゃ雨、朝から雨、すんごく雨、雷雨です。雷雨、もうピカピカゴロゴロしてたので目が覚めましたが、ちょっといつもより早く目が覚めちゃったのでね、まあ朝ちょっと珍しく、私にしては珍しくちょっと朝、はい、体を動かしたらすっごいなんかもう眠くなっちゃいました7時40分頃なんですけどね。はい、でね、もう今日ソフトとね、まあうまくいけば野球は昼からだったんですが、まあいければなと思ってたんですけれども、まあ、この雷雨でね、まあ、速攻中止となりと、速攻というかね、まあ朝6時頃中止の連絡が入ってね、まあ、それだったからでしょうね、早く目が覚めたのもね、楽しみだったんですけれども、ソフトは中止、野球は延期ということでね。なぜかな、ソフトって中止になりますね、野球は延期になるのに。何なんでしょう、トーナメントだからかな、関わるし、まあ、やっぱチーム数がちょっと違いますもんね、草野球と草ソフトね。草ソフトって言っていいのかな、草野球何なんだろう、草ってアマチュアのことですよね多分ね。はい、まあいいや。そうなんですよ、あ、ソフト中止かと思ってね、また一つ私のね人生で経験する試合が減ったなと思うと寂しいですが、選手生命をね1年長くすれば取り返せるので、頑張って体を整えていこうと思いますが、まあそれはさておいてですよ、本日も田んぼに来ておりますすみません、はい、これね SA45 ということで、そう、はい、おっとそうです。じゃあロータリーなんですけれども、まあ私ね、こそこそと距離の作業終わった後とかね、いろんな時間使ってこそこそと幸運を進めてまいりましたが、まあ、こそこそとね少しずつ進んでおります。はい、幸運も少しずつ進んでおりまして、全体のね進捗の2割弱まで進んだかな。はい、こそこそ進めております。牛歩ですけどね、まあ、このまま進めてればとりあえず1周は確実にできるだろうと思っております。はい、まあ、そこで今日なんですけれども、まあ雨の中ねあまりしたがらない人多いと思うんですが、まあコメントとかすみません、なんか喉になんかある感じが、はい、まあはい、雨のしてね幸運避ける方もいらっしゃると思うんです。コメント読んでるとそのように感じることもあります。はい、ありがとうございます、いつもコメント。まあただですね、もう私の場合はもう特段あんまり気にせずいつも進めてますが、まあね今カチコチなんですよ、本当ね、カチコチ田んぼが、まあ稲刈りだと、なのでねちょうどいいんじゃないかなと思ってね、逆にね、はい、それを期待してやってきておりますということでね、はい、カチコチ田んぼの、はい、幸運どうなるかぜひ楽しみにしていてください。ということで広報撮影に移ります。はい、ということでやってまいりましょう。ロータリーは SX2010 だったかな、はい、ロータリーへの愛情が分かりますね、名前すら覚えれないというね。皆さん本当はねグランドロータリーつけたかったんですよね、これにもね、これにもって、いやこれね、ただねつけれないとニプロの担当者さんから言われまして、はい、断念しました。あー、カッチコッチだけど、あー、カッチコッチだけど爪が入る、いつもね、ほんとカチコチって分かっててしてたので、ちょっとね、ガツガツなってたんですよ。更新制御はいつも通り3。今、更新制御は3です。なので、まあ、4、5センチ入ってるからぐらいでしょうか。3、4センチかな。で、今、周辺速は2キロまで上げました。PTO は450回転、PTO 変速は2速で回しております。エンジン回転は1500回転ぐらい。エンジンは私はあまり回しません。エンジン回すの好きではありません。はい。好きではありませんっていうとちょっと語弊があるな。好きなんですよ。エンジンって回すから調子いいと思ってるんですよね。OK。
軽自動車なんてそれ最たるものですよね。私のサンバーちゃんもそうですけれども、もう20万キロぐらいですが、ガンガン回します。あのタコメーターつけてからはね、やっぱり回転数わかるのでね、7500からレッドなんですけど、実際7600くらい回るんじゃないかな。7500越すもんな。7600、700でね、あの燃料カットが入りますね。あれ燃料かな点火かな、ちょっとわからないですけど、ワン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 ってなります。はい、ワンワンワンじゃないか、素晴らしいは落ちるのか、じゃああれ空ぶかしか。まあいいや、まあ、そう思うのもね、前 R2 のねスーパーチャージャー仕様に乗ってたんですよ。はい、もう軽自動車なのに廃屋仕様というね、はい、極悪仕様の軽自動車ですが、速かったですね。高速道路の巡航もね、全然余裕でついていけておりました、普通車たちに。はい、そういう車でしたが、空ぶかしするとね、エンジン回転が3500ぐらいかな、4000からそのぐらいでなんか落ちてたんですよね。まあ、3番はそのことないですけど、いいね、やっぱちょっと柔らかさが感じられます。はい、このね爪から柔らかさを感じますね。うわ、なんかこんなこと言うとそれっぽいですね、評論家みたいですね。私もね、あのねロータリーの爪が入ってることをすごく感じますよ。はい、タンポの表面が水分で柔らかくなってるんでしょうね、みたいなね、それっぽいですね、それっぽい、それっぽい、評論家だ評論家。もうみんなね、ほんとこのご時世評論家になれますもんね。いやー、ネットなんて見ない方がいいですよ、ほんと。どこの素人がね評論家気取ってるかわからないですからね、私みたいに。もう私ね、自分がほんとこんなこと言うのもあれですけれども、自分が YouTube を始めてインターネットの信用度がすっごい落ちましたね。はい、ほんとこんなのばっかなんだろうなと思ってね、まあ、自分で言うのもなんですけどね、ほんとね。はい、皆さんそういう目でインターネットを見ましょう。私もね、まあ、最初からそこまで信用してないんですけど、ネットを。自分がこのように投稿を始めてね、もうより一層インターネットへの信頼度というものはね落ちております。もう真靴だなと、ただのね、なんか誰か知らないやつがね、どこで何か言ってるよって。まだね、あのほら、まだなんだろう、まあ、私もですけれども、それなりにもうね、もう顔出しっていうことを自分でしてるつもりはありませんが、まあたまに出ちゃいますし、まあ、なんとなくね、はい、私が誰かと近隣の方にはバレてますし、匿名ではないんですよね。インターネットってほら、匿名でもほらね、いろんな方がいろんなこと言うじゃないですか。まあ、それがいいとこなんでしょうけれどもね、ほんとね、ただ今の人ってみんなスマホ見てるでしょ、ずーっと一日中ずーっとみんな首をね下に向けて、顔を下に向けてずーっとねスマホ見てるじゃないですか。みんな嘘情報見てるんだなと思うと、なんかかわいそうだな、かわいそうっていうかね、なんかね、嘘情報っていう、嘘情報は言い過ぎですけどね、なんとも言えない気持ちになるんですよね。なのでね、視聴者の皆さんだけでもインターネット信用しないようにね、はい、信用しすぎないようにね、確かに勉強にもなりますもんね。はい、ただその分別ができるかですよね。分別ができる人はいいんですよね、そのね、こいつ嘘だろうとかね、こいつ適当なこと言ってるなとか分かる人はいいんですけど、マジで信用してる人いるじゃないですか。ネットはこういうこと言ってた、ネットで情報出てたよみたいなね、だろうな、自分の目でも見てないのにね、ネットで見たことをね、見聞きしたことを、見聞きって言っていいのかな、ネットのことをね。はい、もう現物見ないと私は気が済まないたちですので。そしたら人が、誰が言ってたのそれ、誰が どう言ってたの、見たのそれ、見たのって聞きますが、ソースは何で、情報元は何なのって。もうね、私がうざいやつみたいな感じですもんね、そんなこと聞くからね。最近はあまり聞かないようにしてますが、そうなんですよ。なんでこんな話になったんだ。評論家気取りしてるというところからですね、私が評論家気取りしてる、国民総評論家社会ですもんね。まあね、
もいいですね。なんか私が社会を切ってるようなね、この口調でなんか言ってる感じも良くないですね、別にね。はい、まあでも、はい、まあ好きにすればいいんじゃないかなって思いますね、ほんとね。まあ、さっきはね、はい、信じちゃダメですよとか言ったけど、それもね、ユーモアですよ、ユーモア、うん、ユーモア、全部ユーモア、うん、ファンタジーです、ファンタジー系農家です。はい、もうね、ほら今私が投稿しているこの撮影している動画もね、もしかしたら私じゃなくて私が毎日ね AI を駆使して作り出している動画かもしれないですしね、これ実在しない場所でやってるかもしれないですしね。はい、恥ずかしいですね、あんまり言ってると近隣の人にもたまに見られてるのでね、ちょっと恥ずかしいんですよね。マジで知らないふりしますけどね。まだに言いますよ、 YouTube してるんだねとか言われたらね、人違いじゃないですかって。これ真顔で言うと結構ね、やっぱ相手もこうよって思うんでしょうね。私も言われたらちょっと、あ、こいつやばいやつかなと思いますもん。そうなんですよ、私あんまり触れられたくなくてね、恥ずかしいじゃないですか、なんか。だからね、人違いですよって言うようにしてるんですよね、私じゃないですよ。はい、まあ、本当に近い人なら田んぼの場所とかですぐバレるんですけどね、乗ってる車、乗ってるトラクター、まあ、トラクターはバレないか。いや、このバレるか、 SL45 っていうのが少ないですよ。結構ね、この辺り乗ってる人54ばっかなので、54ばっかりのやつ、あの SL のね、54ばっかっていうか54が多いイメージですね。はい、なんでかな、一時期宮崎県の JA 関係のなんかな、営業強化モデルみたいな感じになってたからかな。なんか54が、あ、なんかそういう時期があった気がするな。なんで私の家が45かって、これの前のトラクターが GL45 だったからっていう理由だっただけだと思います。はい、なんかそういう話を家でなってたんですよね。1年ぐらい待てば54がこの45より安く手に入ったみたいなね。はい、まあいいんですよ、45もね。これね、ターボないですからね。ターボないんですよ、ターボなかったはず。あ、詳しい方もしターボあったらあるよと言ってください。なかったと思います。ボンネットの中見てもなかったですもん。なかったですよ、ないよ、ないよ、45はないよ。排気量は一緒なんですよ、 2400cc のね。うん、そうなんですよ。うちの MZ555 もターボないんですよ、あれ。 MZ も60馬力からだったかな、ターボがつくのが。60か65か60か、そうなんですよ。絶妙にね、ターボがついてないモデルを選べてるんですよね。そう、農業機械はね、やっぱそういう下級機なしがいいですよね、部品点数少ない方がね。私の勝手な持論です、勝手な持論です。もちろん我が家のコンバインは多分ターボありだったと思いますが、はい、ね、仕事で使うもの、車に関してはね、うん、欲しいですね、ちょっとね。特にね、やっぱサンバーね、スーパーチャージャー欲しいですよね。乗ってみたい、非常に乗ってみたい。もう今のサンバーの出力にはほんと満足してるんですけれども、ただカタログ見たら、カタログスペックってびっくりするぐらい低いですよね。ああいう軽トラって42馬力だったかな、44馬力だったかな。そんなに低いんだと思ってね。トルクも 5. 何歩とかね。あ、そうなんだみたいなね。なのにね、軽トラなんてね、実質ね、すごい量を乗せても走れるじゃないですか、重量的にもね。なんだろう、まあ、そうっすよね、だってそうですよね。あのエンジン式の農業用の運搬車なんて、あれでさえなんかすごい重さ運べるんですもんね。あのアゼクサ刈り機のエンジンみたいなのつけてね、もちろん大きいか、ちょっと持ってないからわからないんですけれども、
のチャンスだな、なんとなく。そうなんですよ、今ね、雨降ってるんでね、本当もう外に降りたくない。畜生、リアガラスが、リアガラスに泥がついて、その泥がなかなかね、よいしょ、どの角度がいいかな。ロータリーと映したいけど、こうかな。はい、すみませんね、これ私の都合ですけれども、なかなかね、やっぱりサムネイルもね、考えものなんですよね。サムネイルっていうのが本当、まあ本当サムネイルだけでもしっかりしてれば視聴回数って絶対上がるんですよね。だってサムネイルが、まあ、サムネイルと動画名がね、まあ視聴者と動画をね、唯一結びつけるね、まあ、車で言えばタイヤのようなね、まあ、接点というかね、はい、まあ、そういう部分になるんですけれども、本当ね、本当もう動画がヘンテコな動画でも、本当サムネイルが秀逸な、サムネイル秀逸な題名になればね、絶対伸びるんですよね。視聴者数が伸びるか、登録者数が伸びるか知らないですけれども、サムネイルね、私ね、ほらやっぱりちょっと調べたことあるんですけど、 YouTube してるからだって、やっぱあの Adobe のなんか Photoshop とかね、そういうの使うらしいんですよね、動画編集はプレミアプロとかね。もちろん私はね、そんなクリエイターでは、クリエイターではない、うん、クリエイターではないですね、まあ、くくりはクリエイターになるのかもしれませんけれども、一応動画作ってるので、あ、そんなね、動画をクリエイトしないのでね、クリエイトしない、クリエイトはしてるのか、難しいですね。そのクリエイトしてる感じはないでしょ、私の動画。これ分かってくれる方は分かってくださると思いますが、いや、分かるか、あのほら、生成ファームさんとかクリエイターですよ言えばね、すごいクリエイトしてるじゃないですかね。え、もう多分あの自前でやってらっしゃるんですよね、すごいですよね。あとマートンさんとかね、空撮したりいろいろね、多分自前でやってらっしゃるんですよね、すごいですよね、ほんとね。何者なんだろう、生成さんは農家か、マートンさんは兼業なんでしょ、クリエイターなのかな、よくわからないですが、いやなんかね、農家っつえばパソコンなんて触れねえよみたいなね、まあ、イメージもねあるんですけれども、それ失礼かも、それ失礼ですねっていう方もいらっしゃいますよね。いや、 いるんですけどね、あの私の祖父とかその代か言えば、はい、ローマ字表記なんて知らねえみたいなね、まあなんかそういうイメージできちゃってますけれども、もう本当時代も違うんだなっていうのを感じますね。そうですね、確かにね、祖父はパソコン触ってる姿見たことないけど、父はパソコンばっかり触ってるイメージですもんね。そうですね、私はパソコンは好きだったけどな、だったって過去形ですけどね、今はそこまで昔ほど好きじゃないというかね、前自作、高校生の頃は自作パソコンとか組みましたね、はい、ただあまりにもパソコンのあのモデルのね、更新の速さ、はい、そういうのが当時ね、ちょっとね、まあまあいい構成で組んだんですけどね、すぐね、肩遅れになる感じがね、なんとも言えなくて言っててね、で私の大好きなインテルはなんかね、大変ですしね、まあ、インテルが潰れることはないでしょうけれども、クアルコムが買収提案してるのかな、クアルコムというのがあれですね、皆さんのスマホに入ってる CPU を作ってるところのメーカーですね。あのアップルに関しては今違ってたと思うんですけれども、アップルはなんだ、アームか、
ちょっと分かりません、すみません、適当なことは言えないですが、そうなんですよ。アームっていうのはあのソフトバンクが買収したどこか、どこだ、オランダだっけ、イギリスだっけ、どこだっけ、どっかの、どっかのメーカーですが、はい、いやー、いやーねー、パソコンね、新しいの欲しいなーと思いつつ、ねー、ちょ、私も動画を変換、編集はもうほぼね、まあ編集、私がしてる編集を紹介すると、動画見てくださってる方は分かるかと思いますが、冒頭にね、太郎の仕事話って入るのと、あの最後にね、ご視聴ありがとうございました、コメント、高評価、チャンネルよろしくお願いしますっていうのと、あの冒頭とね、あと冒頭と動画の終わりがボワッと、動画がね、あの暗転状態から動画が始まって、徐々にあの明るくなって、最後ね、徐々に暗転する、その演出だけ入れております。あとはもうカットも何もせず、たまに入るね、カットのような動画の切れ目はあれです、あの GoPro のね、録画ボタンをオンオフしたところがそのまま、要はファイルを連結している部分ですね、動画ファイルをね、連結している部分、それをエンコードしてね、はい、一つの動画ファイルにしてるような感じなんですけれども、まあ要はただクリップを並べ、クリップ、動画ファイルを並べてるって言えばいいかな、そんな感じです。超簡素化しております、はい。そんな感じなんですよね。で、私が使っている動画編集ソフトはダヴィンチリゾルブというね、フリーソフトです、はい。名前かっこいいですよね、ダヴィンチリゾルブってね。ただこれがね、動かなくてね、私妹が学生の頃使っていた、しかも妹の妹が学生の頃使ってたね、妹の妹って言い方おかしいですね、4つ下の妹がね、大学生の頃に使っていたレッツノートを3年前にお下がりでもらって、なので私が、30歳違うな、あの動画変換、あの投稿を始めた時はレッツノートでやってたんで、30歳なる年だから、まだあれは29歳だったのか、まあいいや、3年前に4つ下の妹が大学生の頃使っていたパソコンをお下がりでもらって、3年前、私が29の時に、私は30歳の時か、あ、29、まあいいや、4つ下の妹、26歳の妹が大学生の頃使っていた、購入は大学1年の頃のはずなので、30歳引く4、26引く、大学1年生19歳ということは26引く7、すごい昔のパソコンですね、はい、言えば何年前のパソコンになるんだろう、コア i5 のね、4000番台だったかな、3000番台だったかな、そんなやつをダヴィンチリゾルブ入れたんですよね。それにね、もちろん動かなくてね、いや動くんですよ、かろうじてカクカクカクってね、ビビりましたね、動かなさに。もうそれでね、その頃妻のお下がりの iPhone でね、お下がりばっかでしょ、あの私の携帯、私が今使ってるエクスペリアより、当時、あの今も同じエクスペリアです、はい、当時ね、妻が使っていた、あ、当時のそうですね、当時もう妻が使い終えていたか、なのでこの iPhone ね、なんだかな、8S? ちょっと分かりません、すみません、ちょっとあのちっちゃいやつですね、あのボタンがある最後のやつかな、うん、ちょっと iPhone 全然分からないので、それやっぱなんか写真綺麗だなと思って、ちょうだいよっつってもらったんですよね。まあ、それをね、自撮り棒片手にね、ウィングモアしたりね、わけわかんないでしょ、自撮り棒でウィングモアって大変でした、あのこれね、いや私もどうせすぐやめるだろうと思ってたのでね、
なんかね、ネットで調べてもすぐみんな辞めるって書いてあったので、私もそうなんだろうなと思ってね。はい、やらず2ヶ月ぐらいやってもチャンネル登録者数、私のアカウント2つと妻の3人くらいだったかな、私のアカウント3つだったかな、まあ、私と妻だけだったのでね、まあ、このまま終わるんだろうなと思ったらね、チャンネル登録していただけたので、そこからちょっと粘ったらね、あら、なんか100人くらいになったので、そこからもうちょっと粘ったら1000人くらいだったのでね、はい、まあ、その年はね、iPhone で頑張りましたけれども、この GoPro 買ったら次の年ですね。はい、頃ね、やってましたね、レッツノートでね、 iPhone で撮って、 iPhone の動画ファイルって別にでかくないんですよ。あ、その 8S の iPhone ならね、あ、別にあの画質上げてないです。はい、画質上げると重くなるっていうのは分かってたので、画質も上げず、ただね、あれ HD くらいの画面だったかな、映ってたかな、ちょっと定かではありませんが、これでも動きませんでしたね、当時ね、レッツノート。結局何年前のパソコンだ、3年前に4つ下の妹が学生の頃のパソコン、3年前に7年前のパソコンもらったのか、10年前のパソコンかで始めたんだ。あ、それは厳しいですね、確かにね。そうですね、3年前、29、25、4つ下で25が学生、あら、6年前、9年前、まあまあ10年近く前、うん、パソコンですね。あ、それから今はね、ちょっとパソコンね、進化しまして、もう GoPro の動画になるとね、ほんともう処理しきれなくて、動画ファイルがでかすぎて、ほんと動かなくなりますね、パソコンがね。レッツノートじゃしたことありません。一つの動画を変換するのにね、何時間かかってましたね。すぐすっ止まるしね。そのぐらいダビンチリゾルブっていうのが重かったですね。動かない。そこからね、まあ、時は経ちまして、ちょうどタイミングよくね、インテルのね、 CPU、 あの12世代 CPU ですね、あの劇的進化をした年があったんですよ。それも2、3年前だったかな、3年前か、12世代ですね、12世代、はい、もうね、何だったかな、8コアで12スレッドだったかな、8コア12スレッド、あ、なん、まあ、要はハイパースレッディングでね、なんかハイパースレッド、何だったかな、処理用のコアが4コア、あ、4コア、すごいですよ。あのタスクマネージャー開いたら、あのね、あの CPU の数だけ、まあ、ハイパースレッディング付きだったら、その、まあ、処理してる、まあ、なんだろう、仮想、ね、仮想の分まで、あのグラフが出るじゃないですか、あの処理のなんだか CPU 使用率のグラフとかね、はい、もうそれ開いたら20個ぐらいあのバーが映ってるんですよね。まあ、それになったんですよ、12世代から。なんて言えばいいんだろう、はい、まあ、要はいっぱい脳みそがついてるタイプ。それにしてからはね、すごい早かったです。それの最初もね、買った時も iPhone の iPhone で撮影してて変換してたんですけど、本当何百倍早いんだろうな、何時間もかけてた変換がね、同じ規模の動画だったら本当3分4分ぐらいで終わったかな。そのぐらいスピードが違ってて、全然違ってたんですよ。あ、そっからはかどり出しましたね、ちょっとね、投稿
候補数増やしたりね、ちょっと戦略が変わってきました。はい、さらに GoPro になって、うん、もうこのね、ただ GoPro も最高画質だとやっぱ厳しいですね、私のノートパソコンでは。そうよね、まあ、グラフィックボード付けのねノートパソコンを購入したんですけれども、 RTX3050 だったかな、あのノート用のですね、 NVIDIA の、まあ、ただダビンチリゾルブがね、そのあまり GPU にね依存しないみたいで、動画変換する際にね、別についててもついてなくてもそこまでね、ダビンチリゾルブを使う場合ね変わってないそうです。これ有料版を使えばまた変わるんだったかな、なんかあるんだそうですけれどもね、これがプレミアプロとか入れてれば使うのかな、またね。あ、プレミアプロだよね、プレミアプロだよね、 PR って書いてありますもんね、あの四角い枠にね、あの紫のアイコンでね、あのアドビですよね。やべ、これ間違ってたら恥ずかしいな。アップルの何だったっけ、アップルの動画変換の、忘れた、知らない、 Mac 持ってないもん。うん、ファイナルカットプロ、何だったっけそんな名前、めっちゃかっこいい名前、ファイナル、わかんねえ、よし、ファイナルカットプロじゃなかったっけ、まあいいや、まあ、なんかいろいろあるみたいですね。はい、よし、いやー、今日も関係ない話ばっかりしてしまったな、今日こそ関係なかったな、ほんと動画序盤だけでしたね、インターネットを信じるなという割といいメッセージが言えたのは。そうですね、うん、まあ、今日の振り返りとしては、まずね、インターネットを信じない、あ、これユーモアですよ、本当これ言うと怒られちゃう、あんまり言いすぎると本当に怒られちゃうので、ね、ここのね、さじ加減が難しいんですよね。私も割とユーモアのつもりで言ってるんですけどね、はい、ユーモアとして取ってくださいね、私の発言は全てユーモアですので、全部ね、冗談言ってると思ってください。はい、あの、もしね、気に触った時はですね、あ、今日はタルちゃんユーモアなんだろうなと、はい、あ、もしね、私が草刈り意味ない嫌いってね、無駄無駄無駄って言ってても、あ、ユーモアなんだろうなって取ってくださるとね、視聴者の方嬉しいですね。もう3つの無駄を唱えてましたが、もう忘れましたね、草刈りから離れると何だったかな、時間の無駄、労力の無駄、経費の無駄か、よし、これもね、イラッとしてする方はね、はい、ユーモアとして捉えていただくといいのかなと思います。はい、で、今言ったことすらユーモアとイラッとする方はね、もうそっとチャンネルをね、チャンネル登録と高評価だけ押して、音量ゼロにして2倍速で、回すことをね、一度ちょっとお勧めさせていただきたいですね。はい、これいつもね、私ね、このように言うんですけれども、なぜかというとね、やっぱりその方が私に、あの、広告収益が入る可能性が高いからですね。はい、ね、下心丸出しでしょ。でもいいでしょ、気持ちがいいでしょ、そのぐらいの方がね。もしね、アフィリエイトとかね、することになったらね、もうガンガンアフィリエイトですって言おうと思っております。はい、なんかね、アフィリエイトはいけないみたいな風潮があるけど、いや、堂々とやればいいんじゃないかと思うんですけどね。アフィリエイトって知ってますか？あの、もし知らない方は調べてください。まあ、簡単に言うと、例えばなんか商品とか説明しててね、あの、概要欄にありますのでみたいなことを言う方いらっしゃると思うんですが、その概要欄をポチってリンク飛んで、まあ、なんか買い物すると、そのリンク元の人に収益がちょっと入るよみたいなのがアフィリエイトです。アフィリエイトリンクって言いますけれども、あ、なんかあれね、嫌われる傾向にあるんですよね、アフィリエイトリンク。なんかね、別に堂々とすればいいのにと思うんですが、いや、別に堂々と言ってらっしゃる方もいましたよね、なのでね、いや、あれでいいと思うんですけどね、私もしようかなっていつも思うんですけれども、あの、そのリンク貼ったりする作業が面倒くさくてですね、はい、やっていないという感じですね。たまに
ありますよね、モグ太郎とかね。どうなんだろう、ハゼ草刈り機とかアフィリエイトリンクで貼ってみたら売れないのかなとか思いながらね。トリガーのチップ層とか言ってそうだな、ネット先輩だから。ああ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 あ、すごい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 。はい、ここ、コンクリ壁なのでぶつけないように気をつけて。宮崎市に動物園があるからいいですけど、なかなかやっぱ動物園とかがないと象とか見る機会ないですもんね。いや宮崎市の動物園ね、象がまず最初に、まあなんだろう、一番分かりやすい場所に、ね、展示されてるので、もう目に入るんですけれども、いやこれすごいことだよなと思ってね。象とか見ないですもんね。
動物ってなんだろう、イノシシ、タヌキ、ムジナ、ムジナって何なんだろう。ムジナってタヌキじゃんね、違いますもんね。あとはこのサギ類か、今後ろにいるこいつらね。あと私がヒナドリだと思ってたあの茶色い頭のサギ、あれヒナドリじゃないんですよね。あれ違う種類のサギだった、あの頭が茶色いやつ、あれちっちゃいからヒナかと思ってましたが全く別の種類だったみたいです。はい、今はいませんけれども。やつら春先に多いかな、渡り鳥なのかな。あれはなんだったかな、あの宮崎の博物館で知ったんですよね。いいですよね、なんかね、まあ、何を見たかって覚えてはないんですけどね、なんか勉強になった気がしてね、好きなんですよね、動物園とか博物館とかね。何だったかな、昨日もね、おーと思ったんですよね。マガモが歩くのは、なんかみんなが、飼育員がいるとみんながゆっくりね、パントマイムみたいに歩くなとかね、レッサーパンダ可愛いなとかね、ダチョウは私より背が高いなとかね、あとオランウータンがアリ塚と見立てたね、アトラクションじゃないな、その岩みたいなのにね、なんかアリをね、木の棒でつついて食べるらしいんですよ。手でつついて食べると、手の指でつついて食べるとね、アリ塚に突っ込んでですね、指を突っ込むと噛まれるから、木の棒をつついてそれにくっついて出てきたアリを食べる習性があるみたいで、それを模したアリ塚を模したなんかね、模型にその中にミルクを入れてね、そのチンパンジーがツンツンするみたいなね、はい、そういう展示がありました。あ、もちろんツンツンは見れなかったんですけれども、なんかね、岩みたいなものの中から飼育員さんがね、なんか瓶を取ってたのでね、白っぽい液が入った、それ何ですかと聞いたらね、まあそういう説明をしてくださってね、へーと思ってね、アリ食うんだと思って、子供も聞いてくれればいいのに、子供はなんか退屈になっちゃったのかな、眠かったのかな、ね、ああいうのがねいいなと思ったんですけどね、子供は先々と言ってしまいました。はい、飼育員さんも詳しいなと思ってね、すごかったですね。だと美味しいのかな、すぐなくなっちゃうそうです、ずっとツン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 してるそうですね。うん、そうおっしゃってましたね、すぐなくなっちゃうです。暑いしね、まあ、暑いから常温のミルクを飲みたいかな、どうだろう、まあ、分かんないや。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今日はねちょっとね、はい、まあ、いつも以上に関係ない話を中心にね、はい、ほぼサムネイル下げるようになるかと思いますが、まあ、はい、まあ、ここまで見てる方はね、もう本当コアな視聴者の方だけだと思うので、まあ、いいやっていうのもいけないな、見てくださってる方にね、はい、まあ、ご理解のある方かなと思いますので、はい、ご了承ください。まあ、こんな感じでね、まあ、ぼちぼちちょっと、どうしよう、今日ハウスしようか悩みますけれども、トラクター作業がやっぱり楽なのでね、トラクターしようかな今日、休み、うん、休みじゃないけど、はい、トラクターにぼちぼち乗って、まあ、燃料がいいぐらい減るまで乗ろうかなと思います。で、皆様におかれましてもくれぐれも体調等気をつけられて、お互いに安全第一で頑張りましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。